奄美大島ってのは南から来る植物の北限であったり、北から来る植物の南限であったり、それがこう交錯する場所になってるわけですね。散策路の中にでも一番多いのが拡張蘭ですね。それからツルランも咲きます。それからトクサラ、蘭の種類も数があります。来れる季節を選んで、いらしていただければと思います。